モーニングジャム。3、4、おもろい家族。じゃあね、今日のこの時間はそうだな、高校生小春からいただきました。中地、あっちゃん、おはようございます。おはようございます。うちのお母さんの話聞いてください。はい。うちのお母さん、母は買い物に行くとき買い物リストを書きます。ちょっと冷蔵庫の中見て、牛乳ある？ない？あ、じゃあ書いとくね。卵ある？いやいや、あるは分かってるけど、何個あるか。あ、3つね、はいはいはい、じゃあいるね、と人使って在庫確認までさせるくせに、かなりの確実で買い物リストの紙を忘れる。次は忘れないようにと本人なりに考えて、財布に買い物リスト入れて、留守番頼むよと言って、意気揚々とスーパーマーケットに向かいます。しかし財布にリストを入れたこと自体を忘れてしまって、一つ二つ買い忘れて帰ってくるんです。弟と二人で買い物リストの写メ撮ればいいよっていうふうに教えてあげたら、母はあんたたち賢いやんと言って、そんなに写さんでもいいやろうと思うぐらいカチ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 。まあまあ、その連写モードになってるっていうのを気づいてないだけじゃないかなというふうに思いますけれどもね。カシャ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 と連写して、行ってくるけーんと出かけました。ちょっと帰宅が遅いからお米が重いんやろかと見に行ったら、玄関に携帯が置き忘れてある。あら、リスト写メして、なぜ玄関に携帯を置き忘れていくの。そして帰宅した母は、携帯がなくてね、お米買い忘れたんよと、一番大きなインパクトのある米を忘れるなんて、最近お母さん疲れてるもんなと弟が言い出して、この間も僕とお母さんと近所のコンビニに2人で自転車で行って、お母さんとアイス買ってさ、溶けないように走って帰ろうって2人で走って帰って、ふと気づいたら僕もお母さんもコンビニに自転車忘れてきとったけんね。あんな必死にアイス溶けないように走って帰ってこんで、チャリで帰ってくればよかったと笑いながら2人で話したよ。あんたも一緒に自転車忘れとるやないかい。お母さん疲れてるんだなと思いながら、 SNS で母とつながっているので、過去の投稿を探っていたら、今から8年前、今日はスーパーに買い物、いろいろ買って袋に詰めていたら、トイレットペーパーをレジの台に忘れてきたことをかえって思い出した。トイレットペーパーあと少しだから必要だなとスーパーに電話したら、預かってますと言われて、ダッシュでスーパーにトイレットペーパーを取りに行く。そしたらスーパーの入り口に私の自転車が、あれ、ああ私自転車で来てたんだったな、徒歩で来たかと思ってた、なんか気持ちちょっとラッキー。帰りは自転車で楽々帰りました。どんまい私。わからない。ちょっとラッキーっていうのもわからない。しかも全然どんまいじゃない。でもうちはすごく平和です。笑ってばっかりです。高校は朝早くから夜は8時に帰ってヘトヘトですが、ピンポーンと帰ったら、はーいと笑顔で出てくる母を見ると疲れも吹っ飛びます。家ではテレビはつけず、お互いの仕事とか学校とかお友達について話して笑い合ってます。口うるさい時も、説教が無駄に長くたまに脱線したりしてうざい時もありますが、母は私の中でなかなかいい感じです。素敵すぎるね。なんかこう、いいお母さんなんだろうなっていうふうに思うよね。ほんとそうですよ。どれだけ娘さん息子さんが安心できてるかね。え、ほんとにやっぱその買い物一つ二つ忘れるなんていうことは、全くこうね、大切じゃなくって、やっぱ子供たちが安心して家の中でね、暮らしていけるってことが一番大事。そんないい番組じゃないか。たまにはよかろうもん。たまにはよかろうもんって。おばちゃん、あ、私もそうありたいと思うわ。泣いてます。これもいきましょうか。女性の方、
中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日の夕方の話、買い物一緒に行った旦那さんが晩ご飯ちらし寿司が食べたいって言ったんで、混ぜるだけでパーッとできるちらし寿司の素とその他もろもろ買って帰ったんです。晩ご飯作ろうとしたら買ったはずのちらし寿司の素がない。あら、めっちゃ探しました。でもないんです。私が生産してる時に買ったものを袋に入れてた旦那さんが忘れてきた。レジの後、カゴは私が戻したんだけど、その時カゴの中にはちらし寿司の素がなかったから袋に入れたはず。帰った後に猫たちの世話でバタバタしていたけど、食品は炊事場にしか置かない。旦那さんが風呂に入ってる隙に私が捨てるはずないけど、ゴミ箱も見て、買い物に行った時の車も見て、台所も全部見て、それでもちらし寿司の素がない。あら、でも旦那がお風呂上がるまでに何とかせねばで、慌てて焼き飯にしました。風呂から上がった旦那、ちらし寿司って言ってたのに、なんかいつも変わるけおもろいよね、大好き。ちらし寿司の元がどこにあるのかミステリーです。小さい家なのにマジわかんない、妖精がいるのかな。まあ旦那さんも旦那さんでね、うん、これちらし寿司って言っててちらし寿司の元買ったのにっていう、通常はなんかね喧嘩になりそうなところだけどね、うん、ねえ、ほんとほんと、まあねえ、まあ寿司屋の息子から言わせていただいたら、お酢と塩と砂糖さえあればね、そのちらし寿司の元がなくても全然ちらし寿司できるのにっていう、なんとなくあったりするんですけど、それは言わない話。いやいや、なんていうか具も入ってるからっていうことなんですかね。あ、ちらし寿司の元って具も入ってるの。そうなんですよ。あ、そうなんだ。はい、うん、もう人参とかほらいろいろ切らなくていいです、混ぜるだけでできちゃ う, そうです。まあ錦糸卵ぐらいですかね、焼くとしたら。そうなんですね、はい、便利ですよ。だそうです。これ知らなかった。あ、そういうことなの。そういうことなんです。そういうことなんですか、うんうん、だそうです。以上、おもろい家族のコーナーでした。モーニングジャム